ナイスパス、高尾コーチです。今日はターン1回で体の向きを変える練習をします。まずは1回で進行方向を変える練習です。この次は自分の体に、体の横にボールを置いて相手をフェイント騙してからダブルタッチでかわす練習。もう一回逆もやりましょう。自分の体に、の横にボールを置いてフェイントをかけてダブルタッチでかわす練習です。みんなチャレンジしてみてね。そしたらノールックエンジェルパス。またね。